ダッカ3連隊のトレードマークである赤いベレー帽をかぶり、ロンドン市長就任パレードで行進する空挺兵士イギリス陸軍ダッカ3連隊と改称され、最終的に第1空挺大隊に再編された。第1空挺大隊は第1空挺旅団の隷下に置かれ、同旅団には第2空挺大隊、第3空挺大隊が所属していた。1942年には第2空挺旅団が設立され、義勇兵による第4空挺大隊のほか、第6クイーンズ・オン・キャメロン・ハイランダーズ出身の第5空挺大隊、第10ウェールズ・ヒュージリア連隊出身の第6空挺大隊が所属した。これらの拡大により、イギリス軍には最終的に17大隊編成の空挺部隊が存在するようになった。また、イギリス領インド帝国には第50インド人ダッカ3旅団が設立された。同旅団は第151空挺大隊、第152空挺大隊、第153空挺大隊により構成されていた。1942年2月のビッティング作戦でダッカ3連隊として初めて実戦に参加。同年11月にはモロッコ、アルジェリアに派遣。1943年には、チュニジア戦線やイタリアでのスラップスティック作戦、1944年では、フランスでのトンガ作戦に参加するなど、数々の重要な作戦で戦った。また、この頃から暗い赤色のベレー帽を着用しており、赤い悪魔というニックネームが付けられた。アデンでの任務に参加する、ダッカ3連隊大戦終結後の1945年。ダッカ3連隊は第16ダッカ3旅団に編入される。その後は植民地解放紛争に次々と直面し、パレスチナではユダヤ人の極右レジスタンス、レヒと交戦し、1951年には第二次中東戦争に投入された。その他、1960年代にはイエメンでのアデン危機やマレーシア・インドネシア間紛争に投入された。1970年代、ダッカ3連隊は北アイルランドにて IRA 暫定派とのゲリラ戦に直面した。1972年、第1大隊はロンドンデリーで発生したデモを鎮圧する任務に従事したが、その際発生した混乱から、大隊は群衆を銃撃し、アイルランド系住民14人を射殺してしまう結果となった。さらに1972年の2月、地の日曜日事件の報復として、アルダーショットに存在した、ダッカ3連隊の拠点が IRA 暫定派に爆破され、拠点にいた一般人7人が死亡。また1979年には、ワーレンポイントにて、第2大隊が、他のイギリス兵らと共に、IRA 暫定派に奇襲され、隊員6人が死亡した。1982年にはフォークランド紛争に投入。グースグリーンやワイヤレスリッジでの戦いに参加した。特にグースグリーンではアルゼンチン軍との激しい攻防の果てに第2大隊のヘルベルト・ジョーンズ中佐ら18人が戦死した。イラクで活動しているダッカ3連隊第3大隊の兵士1999年にはコソボ紛争にて他の NATO 諸国の部隊と共にコソボ軍の支援を行った。ダッカ3連隊はマケドニアに拠点を持ち、プリシュティナにて紛争状態の鎮圧に当たった。2000年、シエラレオネにおけるイギリス軍の軍事介入に参加。ルンギ国際空港を拠点にし、同年6月にはダッカ3連隊の兵士によるパスファインダー小隊がRUFと交戦し、これを退けた。さらに、同年10月、あるゲリラのグループが、イギリス軍パトロール部隊の兵士たちを拉致して人質に取ったことから、第1大隊が陸軍特殊部隊 SAS と共に投入され、人質救出を成功に導いた。2003年には、イラク戦争に送られ、6月24日に、エールマジャーで発生した戦闘に従事した、ゴードン・ロバートソン軍曹が、コンスピキュアス・ギャラントリー・クロスを受勲した。2006年にはアフガニスタン紛争でも戦い、8月の戦闘で死亡したブライアン・バッド伍長がビクトリア十字章を受勲。同じ戦闘で死亡したマーク・ライト伍長がジョージ・クロスを受勲した。AB ザ・パラシュート・レジメント・ヒストリー・ハット、77、パラシュート・ブリゲード・サボーデン・イーツ。オーダー・オブ・バトル、2009年10月19日閲覧。ケイン、サットン・インデックス・オブ・デスズ22フェブラリー1972、イラク・ウォー。ヒーロー・イズ・セリング・オフ・ギャラントリー・メダルズ・ヒー・ウォン・フォー。リーディング・ヒズ・メニ・イン・ザ・ブラッディー。バトル・オブ・マジャー・アル・カビア・フォー10万ポンド2。ヘルプ・ヒズ・サン。ゲット・オン・ザ・プロパティ・ラダー・ハット。コープリル。ブライアン・バット・アウォーデド・ザ・ビクトリア・クロス。ミニストリー・オブ・ディフェンス。2011年3月11日。閲覧。ファクトファイル。16エアー・アサルト・ブリゲード。BBC ニュース http://news.bbc.co.uk/hi/uk/267729.stm2010 年4月7日閲覧。ありがとうございます。